はい、おはようございます。キンキンマスターの AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをキンキンことジョッキにぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをねやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ今日もですね、リュウさんがですね、僕のことをまあキンキンマスターって呼んでくれて、まあ、このコメントからですね、冒頭の自己紹介させてもらいました。リュウさん本当にいつもありがとうございます。からの連日登場コメント紹介ですね。下川洋平さんからですね、レモンでしたら CC レモンがいいですよっていうふうに今コメントをねもらってました。続きまして山本さんですね、こちらからもですね、 CC レモンもうまいですよというふうにね、まあ、もらってると。からの JN さんですね、 JN さんからも、まあ、下2行紹介しますけども、 CC レモンやってなかったらリクエストしますというふうにリクエストが入ってました。さらにですね、君の名はレイさんからですね、レイさんからも CC レモンお願いしますってリクエストをもらってます。でラストがシシマルさんですね、シシマルさんからもですね、僕が部活終わりに生き延びする CC レモンはどうですかっていうふうにね、あの味は何歳になっても嫌いになれませんっていうふうにね、まあ、コメントリクエストもらっておりました。リクエストありがとうございますということで、今日はですね CC レモン3日目なんですけども、今日飲んでいくのこちらですね、今だけ CC レモン洋なしミックス、こいつをね飲んでいこうと思います。でレモン40個分のビタミン C 入ってますね。で横にある栄養成分表示見ましたら 100ml あたりエネルギー40、これまあまあ高いですね。これ 500ml なんで、まあ、1本飲んだら 200kcal ですね。まあ、今日はですねそこは気にせずに楽しんでいこうと思います。さあ出ました、今日もキンキンに凍ったジョッキ登場です。キンキンにね凍ってますね、テンション上がりますね、ほんとね。さあ飲んでいきましょう。いやあのね、寒くなってきたんですよ、もうね本当に絶好のキンキン日和ですよね。もうね飲んでいきましょう。さあこれ初めて飲むんですけども、うまそうなんですけどね、洋梨はね美味しいですよね、僕好きなんですけど。さあ入りました、微炭酸ですか。匂いは CC レモンですね、洋梨はあんま感じないですね。さあじゃあ飲んでみましょう。期間限定かな、今だけ CC レモン洋梨ミックスですね、初めて飲みます。行ってきます、いただきます、乾杯。やばあ、ちょっと CC レモンじゃないな、洋梨の味がちゃんとするな、すごいな。なんかおしゃれな味しますね、これはやりよるな、品がありますね。金のね、冷たさの刺激がやばいんですよね。ラストぶっ切ります。乾杯。うわー、しっかりね、梨の味しますね。これやばい。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてやりました。レモンと梨がね、合うんですね。これ美味しかったなー。ちょっとね、やっぱ味が薄いような気もするんですけど、後味もしっかりあるしね、梨の存在がね、すごいあるんですよ。でベースが CC レモンでしょ？もうこれうまいやつなんですよ。梨通り越した先の後味でね、レモンもやっぱ来ますね。やりますね。ちょっとね、いつまで買えるか分かってないんですけども、もしね、飲んでみたくなった気になった方でしたら、ぜひね、試してみてください。さあってことで一旦ですね CC レモンはここで切ります。今回ね連日コメント紹介させてもらった下川洋平さんですねと山本さん、あと JN さんですね、そして君の名はレイさんで、シシマルさんですね、本当にね今回コメントリクエストありがとうございました。さあというわけでレモン攻めしていきますって言ってね、今日まで3日間やってきましたけども、まだまだあるんですよ、まだあります。とりあえずですね、レモンに関連したドリンク連日飲んでいくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。こっからがレモン攻め。